こんにちは。日本結婚カウンセリング協会の遠藤です。今日はプリマリタルカウンセリングの効果について少しお話しさせていただきたいと思います。プリマリタルカウンセリングって今あまり知っている方いないんですが、これから日本に普及させていこうということで頑張っておりますが、結婚前の結婚する人たちのを対象に結婚後の生活についてどのように送っていくかということをですね、カウンセラー入れて、カップルの方とカウンセラー入れて3人で話し合っていこうというのがカウンセリングです。その中身は今若い人たちの離婚が非常に多くなっております。こういう人たちを減らすためにどうするかというとですね、結婚してからほとんどの人がこのはずではなかったなというようにパートナーに思うような関係ができてしまいます。でこういうのをですね、少しでも減らす。じゃあどんなことやってどんな効果があるかというのを、まあ長くなりますが、どんな効果があるかというとですね、2人の絆が強まります。関係が深まります。また次はですね、結婚してからこんなはずではなかったというのは減ります。なくなるということはありません。減るんです。減ってですね、喧嘩する機会が全く違ってきます。ですから、この効果絶大です。次にお互いの生活を理解できる、交流分析という心理療法を使いまして、性格診断をですね行います。性格診断をするとですね、お二人の相性が出ます。相性が出ますとですね、そのお二人がどんなところがうまくいくのかな、いやここは少しストレスになるかなとはですね、もっと自分が成長した方が関係がうまくいくよというようなところがですね、数字で出ます。でこれをですね、カウンセラーの方できちんとお話ししていきます。ですからお二人が、どういう関係を作っていくかという、非常に前向きな関係を作っていきます。次に感謝の気持ちや優しい思いやりが伝えられる。そもそもですね、人間関係で感謝の気持ちってあふれちゃったら、これはどんな人とでもうまくいきません。ですから特にカップルとなるとですね、感謝する、パートナーへの感謝する気持ち、もう一つはパートナーへの優しい思いやり、これがですね、二人の関係を一層良くしていきますので、まあ、そういうことを学んで、結婚後の生活をですね、仲良くやっていこうというのがプリマリタルカウンセリングです。ぜひプリマリタルカウンセリングを受けて結婚してほしいと思います。よろしくお願いします。以上です。